やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日2020年9月30日、ついに9月も終わりになります。明日から10月になりますが、仮面ライダーシティウォーズのイベントバトル、現代を生み出す異なる世界、書物をが誘うライダーバトル、今日最終日でございます。皆さんどれだけのことを活躍されていらっしゃるんでしょうか。私が今日最終日、全然点数がいかないにもかかわらず、セイバーの方がかなりパワーアップいたしました。必殺技のみで、3つ使っております。まずトリプルライダーキックで決めていきました。もうね、今月から始まったセイバーですけども、やっと強くしていきました。でっていうか、今回のこのイベントバトルさ、そのミスター X が強すぎますよね。今、恐竜グリードをやっつけましたけど、本当あれも結構厄介なんですよ。まずこいつがなかなかタフでね、必殺技今マックスが1個できて、でもう1つがもうちょっとでマックスなんですけど、でもう1つがまだ数字を満たしてない感じなんですが、とにかく全部必殺技の、ね、火炎剣で、やっております。火炎筆算ですね。火炎筆算で、これが1番マックスの方で、これが2番目に強い方で、3番目がまだちょっとマックスしてないものなんですけど、まあ一応全部星6で、攻撃を仕掛けております。とにかくこのね、恐竜グリードの攻撃が危なくしょうがない。ほんとにで、もうミスター X がタクすぎてタクすぎてね、もうあっという間に残月もストロンガーもやられてしまいましたけどね。とにかくまあ次ポイントなんのって、これがやっと私あのね、乏しいかけた方なんですけど、ミスター X が追いかけてくるじゃないですか。でその間に恐竜グリードやっと思ったら、シャー週末の時だって、また塞がれたわけなんですけど、なんとか倒して、今チャップとミスター X だけになりましたね。であとはその必殺技の今インターバル待ちですね。インターバル、休憩待ちを済ませて、攻撃を仕掛ける。そうするともうちゃんともう A ラッシュが使えるようになってますんでね。まあこのチャージアップさせるの大変でしたよ。本当になかなかね、100に満たさないもんですから。はい、火炎筆算ですね、行きました。これで、ミスター X 次で倒せるか。本当なかなか倒れないのに、やっと倒しました。で恐竜グリード、火炎筆算、さあ行きました。2回目。いやー、倒しまで以上です。1分51秒。なかなかいいタイムだと私は思っています。やっと300点は超えました。以上でございます。今回よろしければ、またチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。こちらもまた頑張りますんで、よろしくお願いいたします。